皆さんこんにちは、京都府建築士会の江藤です。今森崎さんの方が連合会、日本建築士会連合会の話をされたんですけれども、連合会の方は、まあ、私も言っておりますけれども、それよりも京都府として京都府建築士会として何をしようかということを本当に今回は考えさせられました。まず震災が発生してから決まったことといえばですね、近畿全体の話なんですけれども、全国大会の大阪大会というのがもう取りやめになったというところなんですね。ここからスタートしまして、自粛ムードというのがぐわーっと湧き上がってきたと。で、我々京都府建築士会の方は全国の 全国建築士会、女性部会という方ですね、全県庁と呼んでますけど、これの大会が予定されていたんですけど、これも取りやめるかという話になって、その時に私熱弁を結構振るってきたんですけれども、日本全体が一つの人間だと考えたら、大変被害を受けて病んでいる地域があって、病気のところもあるかもからない。でもここを直して元気づけるのは元気なところの役割だって言って、我々西日本は元気を出していこうという話をしました。で、これは必ずしも受け入れられなかったんですけれども、まあそうかなというふうに思っていただく方もいらっしゃいました。で、本当に我々が自分たちが今目の前にあること、仕事も含めてですけど、頑張ってやるということが、日本全体をやはりこう、復興の力をも持たせるということになるのではないかと、私はその時は考えておりました。まあそうは言ってもですね、やはり東北の震災の被害を見るにつれて、何かしなければならないという焦燥感というのは、こういう遠く離れた隊員士会というのは非常にこう強いものがありました。そこで何をすべきかということを一緒に悩んだんですけれども、例えば行ってですね、応急危険度判定するというのは、これは実際にその地域の市会からは断られました。来ていただいてもお迎えするすべがないと。で、本当に自己責任で来てくれるならいいけれどもというような話で、なかなかこれはできないというようなことがありまして、その中で考えついたことがですね、やはり現地の、建築士の人に連絡を取って、建築士の目で実際の被害を共有しようじゃないかと、被災の状況を、そして復興のための足がかりを一緒に考えようじゃないかと、こういうものだったんですね。で、そこでどういうふうにしたかといいますと、建築士会全国に当然いるわけですから、その被災地の建築士の声を聞こうということで放送をしようということになりました。我々の司会の方では今までずっともう延べ400人ぐらいになるんですけど、京都地域で活躍されている、町づくりであったり、そういう、社会貢献であったり活躍している人々、建築士に限らないんですけど、皆さんをお呼びしてコミュニティ放送で放送しております。京都ひと町出会いもんという名前です。で、その番組を、まあ、ハイジャックしまして、一部を借りて被災地の声を聞こうというふうなことをスタートしました。で、まだなかなかこう週1回ですのであまり進まないので、まだ7人ほどしか進んでおりませんが、第1ステージがだんだん終わってきたなと思っております。まあ、先ほど、皆さんのお話にもありましたように、被災地の現状がだんだん見えてくるわけなんですね。で、それも心も含めてと言いましたが、建築士さんの心ですが、その人の心も含めて被災地の声が聞こえてくるという気がいたします。一つ僕がすごく印象的なのは、我々の仲間、これは島根の会長なんですけれども、彼らが頑張って何人かで集まって被災地に行こう、そして復興支援をしよう、会議をしようと言ったんですけれども、向こうの建築士さん、女性建築士なんですけど、皆さんの心には頭が下がりますが違和感を感じるっていう回答が返ってきたんですね。で、この違和感っていうのは一体どこから来てるんだろうと、いろんな考え方があるかと思いますが、僕自身はやはり向こうでは現地で非常に、まあ当然大変であると、一番大変なのは仕事がないということではないかと思います。で、その仕事を何とかして見つけていきたいんだけど、それができないというこの焦燥感が違和感につながっているのではないかなというふうにこう考えます。ということは、我々は一緒になって、連帯してですね、仕事が何とか建築士の仕事ができるようにしていく、考えるということが必要なのかなというふうに今思いました。まあ、一応そういうふうに考えまして第2ステージに入ろうと思っております。そうするとやはり復興、まちづくりのことを考えて、放送に生かしていきたいと思っています。その時に、平成の京町屋というのが京都では盛んにいろいろ議論されておりますが、当然自然エネルギー、再生可能なエネルギーということが話題になるかと思います。これも放っとけば単に数値合わせになってしまう可能性があります。で、そこではやはり、歴史の連続性であったり建築文化
古文化の連続性をきっちりと据えた、そういう自然エネルギーの活用というのが必要になってくるかなと私は思っております。まあ、ちょっと余分な話ですが、今の率直な気持ちをお伝えして終わりたいと思います。ありがとうございます。